チェコビールを救いたい。私、男しましょう、岐阜に駆られております。832万1268、これ何の数字か分かりますか？今コロナウイルスの影響で、チェコ各地のレストラン居酒屋と全部閉鎖されています。その中で、まあ、チェコの一大産業であるビール、そのビールが今その832万1268杯分が行き場をなくしています。私男下将ですね、義憤に駆られております。もうこの義憤に駆られてどうすればいいかと、このチェコビールを救いたいというこの義憤をどう晴らせばいいものかと思ってたんですけど、ちょっといいサイトがありまして、ちょっとご覧いただきたいんですけど、 The French People 先生、これ日本語でそのビールを救えというサイトがありまして、チェコ各地にある小さな醸造所のデータがこうやって集まっていて、こう助けを求めている醸造所がこうやって一目瞭然なんですね。もうまさしく今の僕のこの義憤を晴らすのにうってつけのサイトなんですね。これを見てちょっと僕も方芝を入れないと思い、ちょっと今から勝ち込みに行ってきます。Добрый день. Добрый день. Еду на Тото. До свидания. Да. Чек. Чек. Спасибо. のともくんたちです。今日ね、注目ポイントは2つで、鶏のハート、ハツをオリーブオイルと黒胡椒とかで炒めたやつと、これがトラチェンカ、こいつね、これトラチェンカって言って豚の煮こごりって言われるやつで、これチェコ料理です。初めて食うんで、ちょっとこの機会に試してみようと思います。で、なんといっても今日の主役はこいつです。お店の中で一番飲みやすいやつを頼みました。これで 1.5 リットルあります。それでは、ちょっと義憤に駆られて購入しました。動画を見たね、親族とかに、あいつはビールばっか飲んどるなっていうのを言われたりしてるんで、ちょっと控えようと思ってたんですけど、ちょっと今回はさすがに義憤に駆られましたので、いただきたいと思います。これはもう、救うためです。チェコを救うために仕方ない、いやいや、ボランティア精神でいただきたいと思います。独特な匂いがします。このビール、ムロカビールでろ過してない、よくクラフトビールとかでありがちなムロカのビールらしくて、その分こうあえていろんな雑味を残してるというか、こういろんな味わいで、その分賞味期限が短くなっちゃうんで、すぐ飲まないとダメなんですけど、その分なんかいろんな味がしますいろんな味がします。トラチェンカをいただいてみたいと思います。じゃあ、いただきます。僕は好きです。これ単体で食えって言われると、この白い
部分がもうコリコリブニョブニョしてるんで、結構油っぽいというか口の中がブヨブヨして嫌な感触が残るので、ちょっとこれ単体で食えって言われたらおうってなるんですけど、ビールがあると、ビールとかまあなんか飲み物がコーラでもいいです。なんかそういうさっぱりしてくれるものがあるとめちゃめちゃ途端に美味しく変わります。ただこれ苦手な人は苦手やと思います。チキンの軟骨とかまで食べる人はこれ好きやと思います。僕はそのタイプなので、ファミチキとかももう削り取る勢いで食べるタイプの人はこれ好きやと思います。そうじゃないちょっと上品な人はもしかしたら苦手かなと思います。ちょっと様子見て頼んでみてください。ちょっとね、ペースがね、早いですね。飲んでしまうな。いや、本当にちょっとね、義憤に怒られてるところがあるので仕方ないんですけど、ペースはちょっと飲んでしまうな。小さなやっぱ醸造所っていうのは、結構ぬるかって作ってるところが多いんでしょうね。だから多分賞味期限が短いんで、せっかく作ったビールが、まあ、レストランと閉鎖してるおかげで、せいで、行き場を失ってると。もう捨てなあかん。ということで、例のサイトが立ち上がったなと思うんですよね。でも本当にね、さっきの動画見てもらったら分かるように、同志がたくさんいたので、感じますね。チェコ人の深いビールへの愛を、深くて重いビールへの愛を感じますね。本当に一人で飲みながら、こんなハイペースで飲むこともないんですけど、もう今日はもう、義憤に駆られてるので、仕込まねばと、ビールを勝ち込まねばと思ってるので、もう仕方ない。そうや、チェコに来た理由っていうのをなんか聞きたいというリクエストがあったので、ちょっとお話ししようかなと思うんですけどね、いろいろ話せば長いんですけど、簡単にとね、去年ニュージーランドに1年間ワーホリで行ってたんですけど、